はい、皆さん、こんにちは。直道です。えー、今日の動画はですね、まあ、堀江門ことね、堀江高文ひさんがですね、まあ、えー、まあ、どこの店か知らないですけど、えー、ね、まあ、とある餃子専門店にね、入店拒否されてるっていうような、 ことがツイッターで上げられていまして、で、それが流れてきまして、で、まあ、きっかけとしてはね、えー、佐々木としな直さんの、えー、常にマスクはつけるべきだ。というのは22、22%にとどまる。ウクライナ侵攻など、 他の項目を含めて、良識的で妥当だと感じた世論調査である。っていうツイートに対して、ね、えー、まあ、堀右モンさんが、などと言いつつも、私以外外で外してる人っていうのは、ほぼいない。みんな怖いんだろうね。っていうことをね、えー、言ったわけです。 で、それを向いた一般人の人が、正直電車とかタクシー、コンビニとかでは注意されるそうで、怖くてマスクしてるんだよ。家から駅までの道中だけのマスクだね。密着しな人はマスクいりませんよの張り紙が欲しいなぁ。で、堀江門が、 電車とかタクシー、コンビニでずっとマスクしないけど注意されないね。飛行機系だけだね。あとたまに変な飲食店に当たると困るんで、一応持ち歩いてはいるんだけどね。で、でそれを見て一般人が、えー、一般の方が、触らぬ髪にたたりなしと言うし、注意しようもんなどんな陰に吹っかけてくるか分かったもんじゃないし、 で、これもが、誰が今までマスク関係で因縁ふっかけたことは一回もないけど、で、一般人が餃子。因縁ふっかけてきたのは餃子屋の方なんだけど、ふっかけられてきたから、ふっかけられたから SNS で文句言ったんでしょうよ。因縁ふっかけらずに普通に食えてたら、まず平和だったと思うんだけどね。で、それに対して、 餃子屋に注意されたに腹立てて SNS で騒いだだけでしょうが、因縁ふっかけられたとか言うのやめろよ餃子、食べたいでしょうよさあみんな一緒でしょうよほれえもん。いや、注意じゃないですよはっきりと、こういう風うに言われました。めんどくせえから出ていけと。 そういう、そういうふくつ、強い口をで、そういうく、強い口調で言われ、追い払われてしまったんで、私は騒がれたくないのに終し穏やかな口をで、そして、マスクをして、店主とやりとりをしていましたよ。え、一般の方が、入店拒否されて SNS でさらしたケースだな、これは。 終始穏やかな口調で話したというのは、本当気づかないで言ってることはあるからね。大体の企業はそうだよ。客観的に指摘されて初めて自覚に至るケースが多いんじゃないかな。で、堀江門が事実関係知らんくせに適当なこと言うなっていう風に。 で,で、これに続いてるのが、えー、事実関係がどうであろうと、っていうようなことを一般人の、一般の方が言ってるんですけど、いや、それは違くない。事実関係がどうだろうとって、それは、さあ、っていう。もう、事実関係、 もう事実関係がどうだろうとっていうことを言っちゃったらさ、それは、また違うじゃんね。だって、事実関係が違うんだと だってさ、あの、事実関係がどうだろうとって、それ、全く違うことだったらさ、その、どっちが悪いっていうことになんないじゃんね、それは。 でまあ例えばだよあのー、ねもし本当に堀エモ門の言ってる主張っていうのがねこれ正しいもんだったらね要は餃子屋の方が因縁ふっかけてきてじゃあもう出ていけんと。 言われた。っていうことだとしたら、ね。これ、問題があるのは餃子屋の方ですよ、これ。なんで追い出したのっていう話になっちゃうんで、これは。うん。だから、 事実関係がどうだろうとっていうのは、それは、全く違う話じゃないかなっていうのは、まあ、私は思うね。まあね、これは。 まあ、うんだよね、これはうん。まあね。いやいやいや,いや、まあね、これは。 いや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 、これはさ、なんだろうね、何がいけないのかね、っていう感じだね、これは。うーんいや、ほれもんが言ってることがね、事実だとするならばよ、問題があるのが、えー、まあ、店側の方だし、 ね、店がホリモンのことを迷惑客だと思って愛したんなら堀モンが悪いしだから事実関係かどうだろうとっていうことはまあ言えないんじゃないかなっていう。うん。 めんどくせえから出ていけっていうのは、それはさ、まあ、店側としては一番やっちゃいけないこと、うん、ですよ。で、これね、見てみるとね、終始マスクをつけて、穏やかな口調で、 って言ってんのと、ね、マスクをつけてって言ってるのよ。ってことは、ね、店に入った時もマスクをつけているはずなのよ。これは。ね、店に入った時もマスクつけて、 出るのよでホリエモンがねよほど常識ない人じゃない限りねあのー、店員に怒られたからねマスクつけましたとかっていうやつじゃないだろうしってことを考えるとねやはりこれはねあのー、店側が悪いっていうことになるかなっていううん。 なんでさ、そんな一時期球団を持とうっていうふうに,にしようとしたホリエモンがよ。うん、まあ球団を持とうとした人間がさ、ね、一度はよ。 そういう人間がさ、あの、変なことするかっつったら、しないでしょ、それは。うん。ね。うん。 ま、確かにね、あのー、楽天ゴールデンイーグルス結成したときはね、ライブは、ライブドラの体制としておかしかったけども、そう、確かに、そうだったけども、うん。で、そのときに逮捕されたけども、ホエモも。 ね。だけど、ね。それでもだよ。っていうところだよね。うん。そういうバカなことをやるような人間では、まあ、ないでしょう。仮にもね。 あのー、テレビ出てるような人間だよ。そんなテレビ出てるような人間が、ね、それバカなことやりますかって言ったらやらないよ。まず間違いなく。うん。いや、俺はね、あのー、ホリエモン擁護派だよ。うん。もうこれはもう徹底的に戦った方がいいですよ、ホリエモン うん。まあ、その店が悪いですよね。うん。追い出した。だって、ホリエモンがそんな非常識なことするわけないもんなんで。とはいつつ、ね。 あのーね。ほぼほぼのマスク。と言ってるから、本当はマスクしてなかったんじゃないっていうふうに言われがちかもしれないですけど、いや、これマスク、 つけてるんじゃないかな。たまに変な飲食店に当たるとこまで,で一応持ち歩いていて、で、店に入るときにつけるみたいなことをやってるっていう話をしていますので、この人。まあ、タクシー、コンビニ、電車系は、まあ、マスクはつけなき っってててもいいやっていやう風に言っててで飲食店系だとたまに変な店に当たると困るので一応持ち歩いててで入るときにつけるっていう風に、ね、この人言ってるんで、まあ、それを信じてねあのー、まあノーマスクで注意されていない された、まあ、ノーマスクで注意されたのに腹立ってっていうことではないっていうね。だいたいね、ねノーマスクで注意されてねその、その腹いせに、この店ひどいんだよーっていうようなね、 そういうやついたら、やばいでしょ、それもう。そんなもんね、あのー、企業の経営者失格ですよ、そんなことをやってるやつがいたら。うん。失格ですよ。仮にも堀江もね、一企業の社長ですよ。あの、社員、 の、安全っていうのを守るために、自分では、ね、えー、まあ、こういうふうにしてるっていうふうに言ってるけど、ね、社員には、ね、こういうふうにしなさいっていうふうにね、多分言ってないと思うんだよね。うん。まあ、俺は別にね、マスクする必要性がないと思ってるから、マスクしてないけど、 お前らは、ね、自分たちの安全を守るために、ね、自分たちで判断しなさい。マスクする必要があるのかどうか判断しなさいっていうことを言ってるんだと思うよ。これ多分ね。わかんないけどね。ね。 だから、ね。そういうのを全く、ね。知らないくせして、ね。そういうこともし、全く知らないくせしてね。あまあ、全く、ね。叩いてるやつとか、結構ね、もう。 見かけるわけなんですけど、いや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 。で、で、多分ね、あの、なお騙されてんじゃねえのっていうね、ほど言う人が出てくると思うんですけど、言ってみます。あの、これに関しては、ね、100%飲食店が悪いです。うん。 これは断言できます。うん。これ、いいに騙されてんじゃねえかなんていう人が出てくるかもしれないけど、これは100%断言できます。これは。はい。だって、ね。一企業の社長がそんなバカなことをするわけがないもん。ということで。えじゃあまた。